ロベルト・カルロスさん、あの伝説のフリーキックを再現。ふくらはぎが異常すぎる。ふくらはぎが現役時代そのまま。ビーチボールみたいな軌道で草。まだできるのかよ。狙ってできるんか。化け物すぎはろた。この歳でこの曲がり方、この筋肉えぐいやろ。わら。これふくらはぎやばすぎると思ったら、ロベカルニキだったか。ボーリングのピンより太いかも、ふくらはぎ。それにしても、さすがだ。フランス戦でのフリーキックには、びっくりさせられたな。アウトサイドであんなに曲げるもん。そんなんで奇心やん普通。ロベカル半端ないって。うわぁ、見たことあるやつだ。こんなにも簡単に再現できるんや、あのフリーキックを。